じゃあ、こんにちは、ゆたかさん、はい、野球がやっぱり戻ってくるといいですね。戻ってきたけど、お客さんいないとやっぱ寂しいけどな。いや、全くなんか感じ違いますね。いや、全然違うな。見ていて、まあでも、選手はそれなりに緊張感を伝えてくれてるよな、はい、あ、そうです、声出しのね、あの声とか。そう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 。だからやっぱり公式戦になると長くなるな。やっぱり真剣度が増すから。まあそうですよね、そうですよね。まあでも、まあ開幕してみて、なんか豊さん どうですか、なんか印象、このチームとかありました？なんか、まあ印象残ったのはさ、やっぱり西がホームランを打つピッチャーの、菅野から打ったのみたいな。びっくりし、見ましたよ。見た見た。で、その後の2点目も、はい、西が叩き出してるからね、スライダーを今度。そうですよ。だから西ってバッティングいいなと思いながら、はいはい、で、同日、大瀬良がホームラン打ってるんだよ。そうでもね、あれね、俺思うけど、はい、勝負って怖いなと思うのが、はい、その前のセカンドにいたんだよね、ランナーが。はい、で、一塁が空いてるわけよ。うんうん、で、田中康介を、やっぱ敬遠気味で避けたんだよね、勝負を、はい、で、大瀬良だったら抑えられるだろうって、うん、簡単に考えたのがホームラン打たれてさ、はい、それで勝負が決まっちゃったわけだけど、うん、だからやっぱ勝負って逃げちゃいかんなっていうのがあるな。そうですね、うん、あと昔だとそのほらピッチャーってバッターボックス入ったらただその立ってて三球っていうのがイメージがあったんですけど、まあ、昔はまあでもそれは点数だよね、うんうんうん、点差が拮抗してたらやっぱ打ちに行くし、うん、離れたらもう別に三振でもいいよみたいな、はい、わざと空振りして三振でいいよみたいな、うん、まあそういうところはまあ今でもあるんだけどさ、はい、その開幕戦2対1で大瀬良を迎えた時に田中康介をね、はい、歩かして大瀬良と愛に勝負行くっていうのは嫌だなと思ったのよ。そう思ってたんですね。でも大瀬良が抑えられるんじゃないかと思ったらホームランだよね、はい、だから開幕ってさ、うん、思わぬ力が出るよね。あ、通常の試合よりもやっぱなんかこう集中力が高いというかさ、はい、アドレナリンが出てるというかさ、はい、だからそんな印象を受けたよね。あ、そうだ。で、吉川が、巨人の吉川が逆転のホームラン打ったでしょ、うん、あんなね、左のあんなちょっとシュートがかったインサイドのボール気味、あんなのなかなか打てないよ。あそこ打つかって思った。ああ、だからやっぱ練習試合とは違う、はい、その緊張感とか集中力が違う野球って、うん、やっぱりいいなと思ったよね。そうですよね。で、私、まあ開幕して1戦目2戦目見てて、豊さんに聞こうと思ってたのが、うん、豊さん今年、まあ、120試合になるので監督の采配がすごい重要になってくるっておっしゃったじゃないですか、うん、巨人と阪神戦その第1戦第2戦目がすごくなんかそれが濃く出たというか、あの原監督が例えばあの、阪神矢野監督が、岩崎投手を持ってきて、そこに石川投手を、うん、確か小林選手の代打で出してきて、で湯浅選手の逆転ホームランつながったじゃないですか、うん、で2戦目は2戦目で中継ぎの新しい巨人の外国人でビエイラ投手が満塁にした時に高木恭介投手に変えたなバチッと決まって、でもその後今度矢野監督は小川投手を変えて持ってきて、うん、まあ、結局大量得点につながったじゃないですか、まあね、あれを見た時になんか豊さん の監督の采配っていうのがすごい出てきたんですけど、まあね、ただね、うん、1、2戦じゃ分かんないよね。まだ分からないです、うん、で矢野ももう昨年経験してるわけだから監督をね、はい、たまたまそういう流れになったけど、うん、やっぱ原監督の方が一枚上っちゃ上だよね、うん、でも高津監督もやっぱこう、はい、これをやるって決めたらやるね、高津さんは。ああ、うん、で笹岡監督は、はい、まあ高津もそうなんだけどピッチャー出身の監督だけに、はい、なかなか変えないね、ピッチャーを。あ、性格というか、いや、ね、やっぱ出るね。でラミレスは変えるでしょ、はい、ピッチャーを。あ、もうちょっと引っ張ってもいいのになって思うんだよ。あれはやっぱり野手、いや、まあ野手っていうか、まあ、長期スパンを考えてあんまり疲労を残さないように、はい、ローテーションを回していこうっていう考えと、うん、笹岡監督はいや、お前はエースだとか、はい、お前はエースにならなきゃいけない、うん、投手だ、うん、いうようなことで引っ張るよね。だから面白いよ、面白いですね、その特徴が出てきてるから。そうですよね、うん、あと、ソフトバンクの工藤監督が1戦目かな、
あの高橋礼投手をあそこで使ったじゃないですか。あ、まあ、あれはどうして状態があんまり上がってきてないっていう判断なんだろうね。それまではそのちょっと故障してたりとかもいろいろあって、はい、ショートでやっぱり最初やらしておいて、はい、折を見て先発に戻すつもりなんだよ。結構でもあれでしたよね、ちょっとまあピンチというか。いやいや、もうあそこは選手がいるから心配しなくていいよ何やったってうまくいくからもうソフトバンクにいいですか。いくいくいく、それは柳田があれだけ元気なんだもんいいですかね。でも広島の森下が、はい、3戦目に投げてきたけど、はい、いいね。豊さん注目してましたもんね。いや注目で、特徴的にはカーブカーブっていうふうに言われてるじゃない、はい、あのカーブが邪魔になるんじゃないかとか、うん、いやいやチェンジアップが抜群にいいよ。あ、そうなんだ。カーブはねちょっとやっぱちょっと抜けるんだよね、うん、あのなんていうの、そのフォーム的に抜けるというか、はい、だからスピードが変わるからちょっとバッターに分かりやすい、うん、チェンジアップは分からない。武器ですね。武器だよ。これで豊さんがおっしゃってたそのカーブ投げるときにフォームがその、まあ、変わらなければこれまたさらにもっといきます。ちょっといや、いくけど、うんうん、あのカーブは遊び程度って思っておけば、はい、そんなに気にしなくて、気にしなくていい。いやそのぐらいやっぱりこうコントロールもいいし、はい、チェンジアップの精度がいい。でカットボールとか、はい、結構多彩なんだよね。すごいですね。それとねやっぱ落ち着いてるわ堂々としてる、ね、堂々としてるという、うんうんうん、だからなかなかやるのっていや俺は最初やられるかなと思ったの。打たれる、洗礼を受けるというか、はい、でも当たったチームが良かったね何ですか横浜力み倒してるもん開幕からどうしちゃったんですか。みんなもう空向いて打ってるから どうしちゃったんですか。いやまあフライボール革命って言ってさ、はい、まあ、ある程度こう煽り打ちっていうかさ、はい、そういうのもあるんだろうけど、うん、まあ力み倒してるな、うん、ちょっとそれもちょっとラッキーだったっていうのもあるんですか。いやもうそれはどこと当たるかによってやっぱあるよ、うん、それ巨人に当たってるとあんまりよろしくなかったんだね。あ、やっぱ状態もよくいいしさ、はい、まあ巨人はパーラーも打つ、パーラー覚醒してますね中島がいい、うん、で坂本が戻ってきて打つ、はいはい、吉川があんなボールとんでもないところで打つ、はい、もうすごいいい循環で来てるよね巨人は。ですよね。だって一戦目だと開幕の日、はい、うん、西が普通勝たなきゃいけないよね、はい、自分がホームラン打って、そうですよね、で追加点も自分が打って、はい、であんなとこで 打たれるなんて思ってないもんね吉川に。そうですよね、あんなボールを、はい、で菅野が勝てた。そうなんですよ。だこれでやっぱこう勢いついてくるよね。運も味方してますよね。まあ運っていうか、これはまた実力なのかなと思うよね。まあ昨年の優勝チームだし。はい。ただ阪神野手大丈夫ですか。なかなかあの新しく入ってきたボア。うん、なんかバースの再来だっていうけど、バースの足元にも及ばないような気がするけどね。まあなんか笑い声が聞こえてきますけど、いやいやそりゃバースは強烈すぎるもん。え、バース選手ってもう入ってきた時から、来た時からもすごかったんですか。もうすぐ、いやすごかった。あ、やっぱそう。でボーアはやっぱ左ピッチャーに弱い。あ、はい、いややっぱもう分かった、うん、あそこ見逃すかっていう見逃しも最初にしたからさ、はい、やっぱ遠く見えるんだろうなって彼は。あ、左のピッチャーのボールがね、はい、で横からサイドなんか来たら全く軽くしダメだと。ちょっと心配ですね。まあまあね、うん、でも外国人ってある程度こうリズムを持ってこう対応能力があるんだったら、それなりに対応してきたらおそらく数字は残ってくると思うけどね。 今はそこまで心配する必要ないですか。まあまあ始まったばっかりだからさ、はい、始まったばっかり 1、2、3戦が終わったぐらいで評価されたくないよね誰もまあそうですけど、あ、でもあの雰囲気は出てきてるから、だからパーラーだって打たねえと思ってたじゃん、はい、でもそれがガーン打つわけだからさ、開幕したら今打率残してますからね。そうだからスイッチが切り替わったら、はい、まあ分からないからね。そうですね、どっかでなんかまあねパッと変わればまた覚醒していくでしょう、まあ、オリックスが心配だけどなね、監督も来てくださいましたからオフの時に。まあトンネルするかあんなところでトンネルしてたら負けるよ。負けますか。負けるな。西武が意外に手こずってんだって。あ、
そうです、まあ、重量打線だから、はい、リズムが出てくるまでちょっと時間かかるかもわからないけど、はい、まあ、日本ハムにちょっとひねられてるなっていう、はい、でソフトバンクはやっぱりロッテに弱い、そのなんか数字通りの結果が生まれてきてるという、はい、うん、だからやっぱ数字っていうのはバカになんないな。そうですね、あるんですね、やっぱり、ね、あと、うん、中日は中日はいいよ。大丈夫ですか。うん、中日はなんか開幕戦太陽リードされてて、はい、追いついてなんとかってひっくり返してありましたけど、よかったでしょ。だからやっぱりこう不安視されてるものがやっぱ出てくるね、やっぱヤクルトピッチャーだなって思うし、うん、ね、打つのは打つだろうみたいな。そうですね。ただもう初戦 の、 あの雨の中っていうのはなんかちょっとかわいそうでしたけどね。やっぱかわいそうだけどもうしょうがないよね。しょうがないですよね。もうこれ絶対中止だなと思ったらやってるからびっくりするじゃん、うん、びっくりしました、まあ、ね、試合消化しなきゃってこともね あると思うんですけど、うん、でもやっぱ楽しみな野球が戻ってきてね、はい、あ、これからなんかネタも喋れるネタもたくさん出てくるやろ。そうすると再生活も、ま、コメント欄にあったよ、最近再生回数寂しいですねって。寂しいよな、頼むよ。頼みます。なあ、そうですね。なあ、じゃあこっからね、まあ、こっちも巻き返していきましょう。そうだ、巻き返すよ。はい、ね、こっちも開幕や。そうです。